こんばんは、こんにちはございます。ブーちゃんと。ブーちゃんです。ブーちゃんと姫ちゃんも今日は仮装しております。これ仮装っていうの？そう。今日はハッピーハロウィンということで、急遽ハロウィン動画を撮っております。これ上がるの来年の1月ぐらい。おかしいやろ。頑張って今日編集してあげるんですよ。もうじゃあ今からハロウィン企画ということで、一緒にかぼちゃスープを作っていきたいと思います。てかめっちゃ可愛くない？これ。プッチーニ。そう。プッチーニ。ちゃんと目と鼻と口、これ自分たちでつけたわけじゃなくて。ああ、そうそう。そう。もともとこうやって売ってた。はい。てかさ、これ100均で買ったんやけど、この辺のやつ。めっちゃ邪魔やんだけど、これ。ブータロの美しい顔が。なんでさ、トッポがさ。ほんまや。どう？かわいい。あんたなんかなんかカウボーイみたいな味だよな。カウボーイやろ、あんた。服装もね、もうちょっとハロウィンっぽくしたかったけど。ハロウィン。どこがなんこれ、ただのパーカーやで。あ、そう。あんた似てやったらフレンチ俺。なん、ブーちゃん。ということで、じゃあ今からね、かぼちゃスープ作っていきたいと思います。ブータロー大好きなんですよ、かぼちゃスープ。そうだな、今日だからブータローの一日やな。そう。ハロウィンも好き。かぼちゃスープ。いや、ハロウィン別に好きじゃない。やっていきましょう。はい、ということでね、キッチンにやってまいりました。今からね、かぼちゃスープ作っていきたいと思います。これ。てかさ、自分たちいつも思うんだけどさ、他の YouTuber みたいにさ、なんか挨拶みたいなのないよな。例えばさ、パパのピーズですみたいなやつとかさ、こんばんはってちゃんと挨拶してるやん。ああ、それでいいんだよ。あ、そう。なんかもっとさ、こんな感じで、キュ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 ンとか。キモい。もういいわ。なんか恥ずかしくなってきた。キュン。はい、ということでね。じゃーん、かぼちゃ。ハロウィンでしょ。今日はハロウィンだよ。キモい。ってことで、じゃあまず材料から紹介していきましょうか。はい、かぼちゃでーす。かぼちゃでーす。はい、じゃあ。はい。違います。そんなんじゃできない。ていうかさ、もう邪魔やから、もう邪魔いらん。あなたつけといたら可愛いし。もうこのままの方が良くない？なんかもう邪魔やな。もうハロウィンじゃなくなった。最初だけ。終わり。はい、ということで、まあ、材料をね、紹介していきたいと思います。じゃあまずはね、こちらのズッキーニ。あ、ちょっと待って。プッチーニっていうかぼちゃ。そう、プッチーニ。このね、2匹のかぼちゃと、こちら、玉ねぎ1個。あとね、コンソメ。コンソメね。バター。あ、間違えた。バター。あと、コンソメ。これはコンソメね。バターとコンソメ。あ、いやんでよ、こういうの。ああ、こういうの。ちょっと YouTuber ごっこ。そう。しかも、あの、反転してるから、ね。違う。え、なに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 何やったかと。こんなんて、みんなやったらあれ。そうやん。何が違うの？ん？何が違うの？背景全部隠さなあかんねん。後ろ。ああ、今の。じゃないとピンポイントで当たらへんの。当たってんの？やん、そんなもういいね、なんとなく雰囲気で、はい、これできる。それは違う、手は無理やから顔でかくさ、あ、顔こう。はい、これ牛乳ね。はい、あとこれ砂糖、こちらさえあれば作れるということで、うん、まあ知らないんですけど、よくやっていきましょう。じゃあまず最初に玉ねぎも炒めるだけ。違うやん、切り方。みじん切りでいいじゃん。あ、溶けた方がいいじゃん。みじん切りな。まあ、どっちでもいいや。かぼちゃは、うん、かぼちゃは、どっちみち崩していかないといけないんですよ、最初に。んー、なんか、マッシャーみたいなやつで。まあ、うちないから、混ぜらーみたいなんで、やるけど。かぼちゃスープってさ、結構残ってる方が美味しくなる。なんて、アナが残ってる方が好きなので。で、最初にね、やるのは、かぼちゃを皮を剥いて、切っていく、ぶつ切りに。うん。ということで、よろしくお願いします。怒るで。あ、それ洗って洗って。このさ、それ外してくれる？目、鼻、口。あ、ね、外すの？この子たち。いや、ほんと、ほんと、動かへんやか。かわいそう。じゃあ外します。さよなら。あー、痛いって。痛い言うてるで。うん、痛い痛い言うて。そんな言うてない。あ、痛い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 言うてる、ほら。顔なしになった、これ。顔はあるか。目なしさ。お鼻も。あー、痛い！ほら、もう匂いせんくなったって。この二人のさ、ハロウィンやで、あんた。ハッピーハロウィンやねん。もっとさ、テンション上げてこうよ。なれへんねん。何がそのハロウィンっていうのは。何もやらへんもんね、うん。文化がさ、向こうの文化やん。さ、もうハロウィンに限ったことないから、そんな言い出したら。やっちゃうねん。そうやねんけど、クリスマスはさ、うちもだってもともとくれてなかったもん。あ、そうだね。うん。でもクリスマスプレゼントとかもらってたよ。なかった、なかった。あ、そうなの、一緒やんだ。じゃあ、うちはお年玉ももうね、小学校低学年で終わりましたよ。お年玉はあんねんけど、そのクリスマスとかっていうのはなくて、うん、まだ慣れへん。なるほどね。なんかいい文化は世界共通やねんなと思って。あ、違うやん、かぼちゃ切れなかねんよ。かぼちゃさ、どこ切っていいとか言う、いまいち。いけますか、ぶつ切りいいの。あ、忘れてた、かぼちゃ硬いこと。かぼちゃ硬い、いける。あ、怖い。あ、痛い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 。柔らかいわ、これ。あ、そう。ズッキーニやからね。あ、すごい。
断面見せてあげようよ、みんなに。あんま見たことない人もいると思うし。いや、ちょっと待って、かぼちゃの断面見たことないよ。ちゃうよ、これただのかぼちゃじゃないやん。ね、プッチーニ。そう、プッチーニ。プッチーニこんなんです。てか、はい、スプーンで、はい。あ、わかりました。後ろ。後ろ。普段から大丈夫コメント集めるのがバレる。あんたが本当や。あ、ゴミ袋用意しとこう。ほら、こういうの思いつくのって、主婦やから。いつの皮とか抜いたやつもそこら辺台所でベッベッベッってやるやつは、うん、全部ちゃんとそのままめっちゃしてるよ。ブルタロバラなんかめんどくさいからブルタロはこういう袋を使うっていうことを覚えた。そしてこちらではこのね中の種を退いていきます。あー美味しそう。なんかさ牡蠣みたい。牡蠣って何？海の？違う、気になってるやつ。あ、牡蠣？うん発音が違うね。あ、そう、うん、海は牡蠣、気になってるのは牡蠣。あ、そうね。え、みじん切りでいいの？うん、多分千切りとかで食べる人もいると思うけど、みじん切りの方が美味しいと思う。そう、千切り？千切りってあれだよ、なんていうの？なんかあれだよ、スープとかに入っちゃうやつ。ちゃんとさ、映ってないかも。ええ、千切りって言うの？スープとかによく入ってるやつは何じゃあれ？スライス？あ、スライス切りっていうのはね。いや、スライス切りっていうか、スライスっていうのは英語で切るっていうことだよ。あ、そうだね。だから日本語にすると、その、なんていうの？千切りっていうの？知らない。だから教えてください、コメント欄で。食感があるほうがいいの？みじん切りもさ、ほんまにこと細かくみじん切りにしていくのかさ、粗めのみじん切りってあるやん。あ、任せるわ。どうせくたくたにいいんやん。そうだよ。だから別にもう、一回粗めで。じゃーん。かぼちゃだよ。中身がなくなったよ。かぼちゃって毒とかあるの？じゃがいもの芽みたいなのだろ。あーはないと思う。ないよ、うん、え、皮むくの？え、もちろんですけど。いや、なんかこれ皮ごも食べれそうな勢いやってきた。だってかぼちゃもさ、煮物とかやったらさ、皮ごといくやん。あー、スープやからさ、今回は。はい、ということで、一応一通りね、こんな感じで。あ、消えたけどまだ皮むいてないの。スライスしとくからさ、むいて、切って。ということで、一応こうね、中身はこう切れたので、今から言ったのは、切ってない間違えた種を抜いたので、で豚はこう皮めくっていくから、はい、でチャローはこうバターを入れて玉ねぎね、こんな感じでバターを炒めながら、はい、じゃあ炒めといてください。豚はこちらのね、かぼちゃをいけるかな、パッて出てみて。え、怖い、ちょっと待って、じゃあ炒めといて怖すぎる。選手交代。てかすごい、バターのいい匂いする。そのまま切らんかったらよかったってこと。うん、そう、そう、無理やん。頭いいなんか。いや、そりゃそうやろ。玉ねぎでよく言うやつ。黄金色みたいな。え、黄金色までやんの？しんなりするまでやったら黄金色までやったらあかん。それハンバーグやったら。何、かぼちゃの皮っていうのは抜いたことがないからさ。あ、怖い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 。怖いやん、多分。スライサーで。スライサー効くそれ。いける？うん。超硬い。結局さ、選手交代した割には、結局スライサーでやるわけ。これさ、水分ちょっとめっちゃ飛んできてんねんけど。あんたもちょ、かぼちゃなんか使えへんやん。まあね、これ水分は出てきちゃってるけど、こんな強火でやったらあかんじゃん。弱火やろ。それ強火じゃない、中火ちゃうか、中火てかもう良くない？しないした？うん、あ、OK。 どう？皮はいる？いるって書いてある。だって絶対さ、残りそうじゃない。いや、いかんすよ、残らそうなんだって。絶対残るって、硬いもん。もう、一個や、これめんどくさいけど。いや、これしんどいぞ。このちょっとだけ、一回だけやらせてよ、じゃあ自分に。で、なんかできそうやったらやるわ。怖い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 。やめよ。うん、やめよ。もうそのままいこう。めんどくさい。やってかない。あの、皮が残っても美味しいよっていうのを今日証明するわ。ぶつ切りにしよう、ぶつ切り。切る。切ります。はい、切ってください。今、なるべくこうね、見た目に。こんなちっちゃくないよ、見た目が。うん。でもさ、何のためにじゃあさ、みんなちっちゃくせえへんのと思わへん？早くしたいのに。早くしたかったらちっちゃくしないじゃん。でもなんでなのと思わへん。よし。なんか写真ではもっとね、今こんなぐらいの大きさに切ってるんですよ。もっと大きいの。うん。写真やから。見た目の問題？うん。どう？バイトだと料理なんてさ、意外と珍しくない。ほぼせへんよね、一緒には。まあ、この家来てからかもしれないな。うん。種出てきたね。そう、あったこと言ってない。出てきたでしょね。それブーカーが取ってないから出てきただけ。はい、ということで切れました。 700ml の水をさっきの玉ねぎに入れております。こちらのね、切れた玉ねぎと割れたかぼちゃを入れていきます。でかかったかな。いや、ほんと、え、牛乳を入れなかった。牛乳はちなみに600
600もいるの、うん、ほぼ1対1みたいな。まあそうだね。って感じです。ほぼ1対1。ちょっと牛乳少なねみたいな。あのね、最初に紹介し忘れてたんですけど、醤油も使います。小さじ1。小さじ1目分量です。で、砂糖は、砂糖が小さじ2。小さじ2です。砂糖はすごいな、目分量で分かるらしい。で、これで、あとはコンソメ2個。あ、忘れてたわあとはコンソメ2個2個入れます。コンソメ入れればタイが美味しいもんな。で、これで15分ぐらい煮るんですか。欲しいので、ちょっとかぼちゃがやっぱりあの残りやすいので、サラサラにしたい人はミキサーとか、あと何やった、ブレンダー、ミキサー、マッシャーうん、とかで。あれ牛乳加えてないんだけど、間違えた何かミキサーとかマッシャー、うん、ブレンダー、うん、とかでなんか本当は混ぜた方がいいみたいけど、まあ、ブータローが好きなかぼちゃスープはちょっとかぼちゃが残ってるぐらいが好きなので、まあ、ここはお好みで様子見ながら混ぜてください。牛乳入れるタイミングを間違えました。いつ入れるのが仕上げ、仕上げ。もうめっちゃまだかぼちゃいっぱいおるけどちょっと皆さんこれごめんなさい、気をつけてください。見てください、これ失敗でまだ煮詰めたばっかりの牛乳を入れてしまった。牛乳で煮詰めるっていう、何があかんやろ、はあ、牛乳の旨味が飛ぶのか、飛ぶんかな、はあ、じゃあまた最後に足したらいいんじゃん。いやこれ大丈夫、ほんまにかぼちゃスープになるかな、はあ、作ったことないのかぼちゃスープ。確かに。ということで、じゃあこれをね煮詰めるまで待っておきましょう。え、なんなんこれ。かぼちゃはだいぶ柔らかくなってきたんですけど、うん、あなたがもう牛乳の先入れによって、うん、すごい失敗の匂いがします。牛乳これさっき煮てたらあかんねんな、うん、てか牛乳ってこういう風になんねんな、うん、最悪やれば飲みたくないもはやさ、悪魔のスープって感じやろこれ。ほんまそれ汚い。これ多分さ、かぼちゃスープ、まあ、知識ある人は最初にもうこうなること分かってたんか、自分たちが。そうちゃん、牛乳に火入れたら上に膜張るやん。あ、もった牛乳のもはい、ということでついに出来上がりました。酒粕みたいな。確かにだから、あのボウルでちょっと粗いのは落としましょう。粕粕あ、怖い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 。匂いはさ、いいやろ、いい匂いするよな、ね、はい、こちら、ほら、めっちゃスープやん。ここを注いで、こう浮いてるやつは何、牛乳牛乳あ、これ持ってきてるの、あ、うん、やっぱり注いで、あ、でも美味しそうじゃない怒るね、なんでちょっとしか入れてないちょ、ほんま、飲まへんとかずるいから、ずるいとか、そういうもの、美味しいから絶対パセリとか振りたかったな。じゃあ今からね、あの注げたので机で飲みたいと思います。はい、ということでお疲れ様でした。お疲れ。無事ね、作れましたけど、あんたの牛乳のせいやからね、これはブータローのせいじゃないからね。はい、ということでいただきます。はい、飲んでみましょう。頑張って作った初めてのかぼちゃスープ。熱そう。持ってめっちゃ美味しい。あの冗談抜き、ほんまに美味しい。ほら、めっちゃ美味しくない。うんうん、なん見た目より、見た目よりはじゃなくて、普通に美味しくない。ほんまにあったまる。冬にいいね。めっちゃ美味しくない。え、めっちゃ美味しい。じゃあなんかこの芳香剤の匂いがすごくてさ、鼻から芳香剤の口からこれやからさあ、成功やね。見た目はあの失敗やけど、うん、意外とな、あのままでよかったんじゃん、子さんで。そう、皮とかいっぱいあったけど、でっかい。うん、牛乳は必ず最後に入れてもらって、で皮もあのちゃんとね、やっぱり剥いた方がいいと思う。最後残ってたんで、うん、はい、なので、まあ、多分ちょっと面倒くさいでめったに作らないと思いますけど、もう作ることはないんじゃない。なんでよ、またハロウィン毎年作ろうよ、こうやってハロウィンの日は。ちょっと作ることはないんじゃない。なんで来年は違うの作る、まあ、買った方が、まあ、手っ取り早いね、うん、でもやっぱさ、市販とは違うもん味が。よし、うん、私で残って、よし、おかわり、はい、ということで、最後ね、最初にしか活躍しなかったこの帽子、こちら100均に売っておりました。まあ、ただもう今日でハロウィン終わりなんでね、うん、もう売ってないと思うんですけども。じゃあ、最後、乾杯して終わりましょう。乾杯。乾杯。お疲れ。美味しいかぼちゃスープ、なるのまへんの。ああ。あんた、それさ、これカメラ切ったら残す気やろ。いや、これ、ほんま美味しくない？美味しいけど、こんな気分じゃない。素直でよろしい。そスープの気分ってなんなん。でもスープを飲む習慣がなさすぎて、朝か夜のあれやな、ちょっと黄昏たいんだよな。味噌汁がいい。はい、
ということで、こんなね、ちょっとグダグダな動画でしたが、いつも通り最後までご視聴いただいた方ありがとうございました。またよかったらチャンネル登録やグッドボタン、コメントなどもよろしくお願いいたします。それではまたねー。バイバーイ。バイバーイ。